小型法文タイプライター SH-280 和文タイプライターは和文の文章を活字体で作成する機械装置である。杉本京太によって発明され、1915年に法文タイプライターとしてその原型が製品化されて、以降、ワードプロセッサー登場以前に長い間使用されていた和文タイプと略称される。この装置は、 英文タイプライターに見られる活字のついたアームやキーボードは存在せず活字の詰まった上下左右にスライドするバケット部とそれを機械的に取り出して原稿にインクリボン越しに打ち付けるピックアップそしてその固定されたピックアップの下のバケット部に収められた活字の配列に対応した配列ボード上で現在ピックアップできる唯一の活字を示すファインダーからなっており あとはピックアップを動作させるトリガーボタンがついていた。日本語文章の構成に必要な文字の数はオーブンのアルファベットと比較して膨大であり、1文字1キーで対応するというオーブンタイプライターの考えを単純に拡張しただけでは気候的に複雑になりすぎ実用化困難だと考えられていた。杉本は発想を転換しキーによる 盤面操作で活字箱から任意の活字を取り出すという機構を発明した。タイプライターと銘打っているが、あくまでも聖書用で、オーブンタイプライターのように文章を考えながら、高速で文字を入力するようなことは叶わず、ましてやキーを見ないで入力する、タッチタイピングなどは不可能であった。このような文字入力の技術的限界から、詩が直屋のように、むしろ、 日本語の表記をローマ字化してしまおうと主張した人々さえ存在した。この制約を乗り越えるには1978年の東芝 JW-10 ワードプロセッサの登場を待たなければならなかった。法文タイプライター活字配置の1、例ロ波順配列。使用頻度順に1級から3級でまとめられている。漢字は、 右下から音読みの色派順この活字配列は決まっているものの最低でも1000を超え小型汎用機種でも大抵は2000を超える漢字を含む活字から適切な文字を探して1文字ずつ打ち込んでいくためかなりの技能が必要とされた作成した原稿は印刷屋で社食印刷に用いられたり青写真コピーでプリントされ後には副写機も利用された中には 和文来のタイプも存在し、長きにわたって、日本の観光庁における書類の作成や、印刷業界の反した政策を支えていた。特に書類作成では、汎用型機の普及にもよって、学校などの公共機関や企業が、内外の関係者に配布する書類や、連絡文章の作成に威力を発揮し、1970年代以前においては、手書きによる、当社版と、 並行して、事務用品としての一定の地位を得ていた。しかし、活字を探し出したりと扱いが難しく、また、文字の打ち間違いを後から修正することは濃いなんで、横転させようものなら、バケット内の活字が皆飛び出して散乱してしまい、それを並べ直すだけでも、専門の技術者を必要とするなど、持ち運びにも不便な上に作動音も大きく、1980年頃から、 次第に日本語、ワードプロセッサーが普及するにつれ姿を消していった。和文タイプライターの活字配列は、検定に使用する場合も含め、一般的に五十音順であったが、自衛隊では、ロハ順であった。陸上自衛隊では1968年に、文書家のタイピストとして、女性の創始自衛官を受け入れ体内で検定を、行ったが、 活字配列が違うため退職後に民間に再就職する際は資格取得が難しかった。なお1980年代に廃止された後、任期満了退職者等以外は戦闘職種以外に転嫁させる措置があった。1980年代以降、急速にワードプロセッサが低価格化で普及していく中で次第に姿を消していった和文タイプライターであるが、 その過きの1980年に、沖電機から、レターメイト80という日本語タイプライターを、電子化した製品が発売されている。この当時の価格で185万円する機器は、黎明期にあった、同年代の日本語、ワードプロセッサーよりも安価で、日本語タイプライターの文字盤を、入力機器として、付属で本体に、 ケーブル接続された専用ペンでタッチすることで文字を選択し入力することができた。また入力された文章をミニフロッピーディスクにデータとして記憶することで従来の和文タイプライターが苦手とする構成作業を行えるようになっていた。2017年現在和文タイプライターの資格は廃止されて久しいがかつては以下のような検定試験が 各種団体によって実施されていた。和文タイピストハンドブック和文タイプライターの知識と技術和文タイプライター工業会1978年1月 https コロンスラッシュスラッシュツイッター .com スラッシュ JCCI 検定ステータス 73K4955 兆6039億3254万9122日本商工会議所検定公式ツイッターハット http コロンスラッシュスラッシュ w w w z e n s h o o r j p スラッシュ puf スラッシュ aboutus スラッシュ協会概要公益財団法人全国商業高等学校協会 ありがとうございます。